はいどうもこんにちは、今村ライダーです。新年明けましておめでとうございます。今年も、どうかよろしくお願いいたします。というわけで、新年一発目はこれですね。iPad mini です。 Apple Store で、 Apple のオンラインストアで買いました。注文したのが、2日前で、インジサービスとか何も、利用しなかったためなんでしょうか、割と早く届きました。というわけで、開けていきますね。とりあえず持った感想っていうか、とりあえずこの段階でなんかこう本当に電化製品入ってるのみたいなぐらいに、異常に軽いんですよ。まあ、店頭で実物を触ったことはあるので、大体まあイメージはついてるんですけど、もう見えてきましたね。ここに iPad mini って、しっかり書いてありますですね。出ましたね。今回買ったのはね、 16GB の、黒です。iPad mini なんで買ったかって言いますと、僕 MacBook Air 持ってるんですけど、あれ正直言って持ち運ぶにはでかいし重いんですよね、かなり。それでまあ、若干こうディスプレイにある程度の大きさがあるポスト BC デバイスが欲しいなっていうふうに考えたんですけど、まあ iPad mini がプランじゃねえかっていう。まあこれが普通の iPad だと、僕のただの主観ですけど、まだでかい感じっていうか、ちょっとかさばる感じがあったんですけど、iPad mini だとそれが全然ないっていう感じですね。まあ皆さん見飽きてると思うでしょうけど、この、まあ、感じですよね。ここにビロビロついてて、これ引っ張るわけですよ。よっ。はい、こんな感じ。本当にね、本当に薄いっすよね。薄い。本当に薄くて軽いんですよ、もう。一回持った時にも、完璧に気に入りましたね。これはすごいぞっていう。毎度毎度のように、こういう具合に入ってますね。とりあえずこれが AC の電源アダプターですよね。で、これパカって取って、ここに、ライトニング USB ケーブル入ってます。で、この、まあ、サッシっていうか、まあ、ちょっと、まあ、簡単な書類類が入ってるやつですよね。こういう具合に iPad mini って書いてあって、で、情報と、あとまあ、ですね、PC リサイクルの、シールがついてます。で、Apple のロゴシールですね。電源入れましょう。多分つくと思います。ここがよいしょ。お、出ましたね。はい、iPad って出ましたね。そこはミニじゃねえんだろ。よし。で、言語日本語に思いっきりなってますね。言語を設定中。はい、国または地域ですね。思いっきり日本になったので日本のままでいきます。あ、Wi-Fi 来ましたね。Wi-Fi の設定、多分、できました。iPad をアクティベート中、位置情報サービスも出てますね。マップなどのアップで、およそ無限大のデータを収集して利用できます。オンにしましょう。次へ。よっ。お使いの Apple ID は iPad 上のiPad 上の iCloud、App Store、iTunes Store などを設定するために使用されます。Apple ID でサイン。もうソフトウェアキーボードがね、割と使いやすいっていうこと。縦にしたときに。ちょうどここのところにソフトウェアキーボードが来るんですけど、両手でこうやって持つと、うまい具合に親指だけで押せるんですよ。で、利用契約に、同意します。よっ。新しい Apple ID の設定には数分かかりますって書いてあります。 iCloud を設定、 iCloud を使用します。次へ。あ、シリちゃん出ましたね。シリを使用で。はい、次へ。診断データと使用状況データを毎日自動的に送信することで、弊社の製品とサービスの品質向上にご協力いただけます。めんどくさいんでやめましょう。送信しない。よ。Apple にユーザー登録する。このデバイスをお使いの Apple ID に登録し、製品についてのお知らせを送ったり、サポートに素早くアクセスしたりすることができます。うん、いいでしょう。次へ。
iPad の設定が完了しました。というわけでここに、iPad を使うって書いてあります。はい、というわけで、iPad mini の設定が終わりました。まだアプリとかは全然入ってないんで、これから同期していこうと思います。